はい、サイレントサトピーでございますね。どう前髪、サイレントサトピーからの前髪ですね、これは。はい、なんですけど、これ見て、めっちゃ懐かしいパーカーを用意してきました。はい、今日はあのお友達に頼み込んで友達に来てるんですけど、今日は友達ん家で爪毛をなくしてみようということでね、全部今日は爪毛をねなくしていきたいと思います。なんか私実は毛が結構濃い方なんですけど、こうやってヒゲもどんどんすぐ生えてきちゃう感じなんですけど、結構その爪毛もいい感じの男って感じの毛を持ってるんですよ私で、その爪毛をね一気になくしていきたいと思いますよ。私結構毛が濃い方なんで、言ったっけこれ今、言ってないか。そう、毛が濃い方なんでね、はい、それをなくしたらどんだけ気持ちよくなるんだろう、気持ちよくなるのかなっていう感じもあるんですけど、わからないんですけどね、それはなんですけど、今日はちょっと試しにですね、やっぱ最近暑くなってきてるんで、その下の毛もね、下の毛って言い方いいな、そうなくなったら気持ちいいんじゃないかなと思って、今日はなくしていきたいと思います。はい、これ前髪と一緒に前髪に見守ってもらってですね、剃っていきたいと思います。いきますよ、次ゴー。はい、ということでね、はい、今回は爪毛をスルッとしていきたいと思います。はい、まずですね、ちゃんとこの長いパスパンを巻いて短くいきます。まあ、脱いでもいいくらいなんですけど、脱いだらちょっとあの変質者ということで、今回脱がないでやっていきたいと思います。はい、でまずこれ上にまくって何もない状態でいきます。ちゃんとこれを映して、このすね毛の量、これを全部ピカピカにしていきたいと思います。はい、ということで今回は脱毛すぎたということでね、まず濡らしていきます。これを全部これちゃんと綺麗に、あー冷たい、そういうこといっぱい濡らしてね、綺麗に取って、すね毛の量をちゃんとね、はい、濡らしてと言ってね、濡らしてピッピッピッって払うんですよ。ピッピッピッって、ちゃんとこれを払ってね、もうこれ大丈夫そうかな、もう大丈夫、もうちょっと必要ということでね。ということでね、楽しいですね、これやるの。もう大丈夫かな、もう大丈夫っていうことで、もう OK サイン出たんで、この脱毛クリームを注入していきたいと思います。どんだけ出るんだろうこれ、あ、プスっていう、これだけしか出ないんで、もうちょっと、あっと、これも大丈夫そうだね、もっと、いくよ、おお、めっちゃ出る、え、めっちゃ出るやん、もうちょっとやった方がいいのか、全部もっとやっていい、おお、めっちゃ出るじゃん、え、めっちゃ出るじゃん、こっちもいけ、あ、これはね、こっちもいける、ダメ？こっちだけ、はい、これでこっちだけっていうことで、意外に出たっていうことで、これをこう思いっきりね、思いっきり真っ白になるぐらい塗りたくっていきます。あー、気持ちいい。このクリームめっちゃ気持ちいい。で、ちゃんとこのね、ふくらはぎもピカピカにしていきたいと思います。ピカピカ、めっちゃ気持ちいい。これもうちょっとやった方がいいのか、ここもね、ここも大事、あ、この上の部分も大事、ここもね、しっかりやってって、大丈夫かな、もうこれで OK 出たんで、あー、ついちゃった、でひねっていきたいんですけど、これちょっとちょっとカメラマン、ちょっとこれだけ水を出す、あ、ドリッターがちゃんと出てくれてます。早速洗い流していきたいと思います。え、もういいのこれ、ちゃんと取った方がいい、あ、
結局手洗ってね、スッパって抜けるのかっていうね話なんですけど、ほんとこうやってスッ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 上がってって全然落ちないな、これこれでこんな落ちなかったら足やばいんじゃない。で6分待つっていうことなんで6分待っていきたいと思います。一応ね6分後っていう予定だったんですけど、僕のちょっと毛が強すぎたっていうことで12分ですね、倍かけました。はい、で見てください、うん、これちょっとここら辺なんですけど、チリチリになってきてるの分かります？分かんないか。これ一応チリチリになってきたら OK っていうことなんですよね、ここら辺が。で今もう結構もう、あ見て落ちてきてる、落ちてきてるのか分からないんですけど、はい、これからこれを洗い流していきたいと思います。いきますね。これちょっと一番大事なところなんでね、いきます。え、これ手でやっていいのかな。手で落としますね。いけるかな。あ、え、全然落ちないじゃん。え、全然落ちないよ。え、全然落ちない。え、あ、落ちてる。え、落ちてない。え、全然落ちない。え、全然落ちてる。え、落ちてない。もっともっともっと、あー落ちてる。やばい、これちょっと興奮もんですよ。これ見て、全部落ちてる。いい。すげえ。結構これマジなリアクション。え、組で毛落ちてる。毛が落ちてってます。毛が長い。これよし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 。え、白美脚ですねこれ。毛がなくなった私、美脚っていうことが分かりましたね。はい、はい、ということで今恭一の声が出ましたね。はい、もう結構ごっそりね洗い流して いきました今。はい、でいきますよ。どうなったか、さみちこん、こういうことです。比較してください、比較。え、どうですか、結構美脚じゃないですか自分。毛抜いたら結構ねツルツルなってきたんですけど、でもねやっぱりねこっちとかはね毛まだ抜ききれてないんだけど、こういうのをピーって普通に抜くだけで普通に簡単に抜けるんですね、こうやって。なんでピンセットとか普通にカミソリとかでバーってやればすぐ抜けると思います。はい、ということでこれめっちゃツルツルするんですよ、めっちゃ気持ちいい。これが私の美脚の誕生でございます。はい、ということで今回に上毛してみたということでね、この毛を比較してもらいたいんですけど、今日やりました。で一応このクリームなんですけどね、注意事項がいっぱいあります。でまずね、あ、そう、やっちゃダメなところがいっぱいある。だからこれここだけやってっていうのがあって、脇の下っすね、あと腕、足で、ビキニラインですねはご使用 OK ということで、まずそこは1点目として、まあ、次ですね、そしたら生理中とか妊娠中ですね、あと生理前後とかは気をつけておいたらいいと思います。あと皮膚弱い方ですね、皮膚アレルギー持ってるよーとかいう女の子とか男の子もね、2人ともそうなんですけど、2つともそう、2世ともそうなんですけど、そう、そういうことはダメですよっていうことですね。何がダメなの分かんないんですけど、はい、ということで今回は消耗してみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。動画終わった。長いんだよいつも。